ハイレオンチャンネルです。今回は検証動画ですね。結構ご質問が多かったのが、このロックビークルシリーズをジェネシスドライバーにセットするとドライバーから特別な音声が鳴りますかとか、どんな色のエナジーが溜まるんですかとか、そのようなご質問が多かったので、現時点で発売されているこの4つのロックビークルをジェネシスドライバーにセットしてみたいと思います。ちなみにこれはツイッターの方からネタの提供いただいたんですけど、チューリップホッパーのビークル状態で戦国ドライバーをはめると飾り台になるそうです。これすごいですよね。外せば普通のチューリップホッパーですし、つければ戦国ドライバーの台として使えるんですね。ちなみにゲネシスには使えませんでした。このコップが邪魔でしたね。ただもちろんこの状態でセットして切っても音は鳴らないですね。では順番にセットしていきましょう。ちなみに通常はメロンエナジーを絞ればオレンジ色がたまりますし、チェリーだったら赤色で、ピーチだったらピンク色になりますね。まずは桜ハリケーン。あ、絞れない。あれ、絞れないですね。この辺で止まっちゃいます。あ、ダメだ。ちなみに溜まったエナジーは、これはメロンエナジーと同じですかね。結構強めに押すと、あ、はまった。戻らない。あれ？なんか、壊れる壊れる。これちょっとなんか、ジェネシスと相性が悪いんですかね。ジェネシスって、ここのスイッチがポコッと出ることによって、ハンドルが奥まで押せるんですけど、多分このパーツが邪魔で、ここのピンが前に出ないんでしょうね。ということで、桜ハリケーンはハンドルが動きませんでした。色はオレンジですね。では次はローズアタッカー行きましょう。多分桜ハリケーンと同じな気がします。あー、ダメですね。やっぱりハンドルが止まっちゃいます。桜ハリケーンと一緒でした。では次はダンデライナー行きましょう。ああガシャって。あ、やっぱりロックビークルをジェネシスにつけるとあんまり良くないんですかね。もう一回やります。あー、危ない危ない。たまるエナジーはホワイトですね。そしてリキッドっていう音声なので、これはロックシードをはめた状態と同じ感じです。ではチューリップホッパー。おー、これは一応ギクシャクせずに正常にハンドルが動きますね。たまるエナジーはダンデライナーと同じホワイトでした。2回絞ると一緒ですね。特に音声の変化はないです。まあ、音声遊びはできないんですけど、チューリップホッパーがジェネシスと一番相性がいいですね。はい、ということで、いろんなロックビークルを使って、ジェネシスドライバーと連動させてみました。ロックビークルの種類によっては、微妙にエナジーのカラーが違いましたね。ただ、無理やりはめる感じになりますから、あんまりセットしない方がいいと思います。以上、ロックビークルとジェネシスドライバーを使った検証動画でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。